感動ですね。これ全部この扇子の向きから全部練習で合わせてますからね。今赤が見えるところみたいな。全部センサー最後金。いやー最高の演技でした。あと9000回は見れますねこの動画マジで。はい、ということで僕の3ヶ月がこれにて終わりました。本当にもう本当ね、達成感でもう包まれてましたね。最後の最後にみんな最高の演技持ってくれて、メンタル強すぎだと思いました。本当に誰も失敗しなかったし、一回も成功しないところも成功したし、すごいんですよ本当に。なんかこう勉強になったっすね、メンタルの強さで。なんだろうな、やっぱ練習を重ねたらこう自信が出るんでしょうねみんな。うん、いや本当そう、大人の文化祭でしたね本当。あ、もうこれ大先輩の中で真ん中に座らせてもらってますから、本当にこの前夜祭担当っていうのが主役の日なんですよ。こんなところに座ることないですから。このもう僕この左隣の2人でも多分横に並ぶことなんてないんじゃないかぐらいの重鎮でございますけども、もう本当に今日この日だけは僕がこうやるわけですね。で違います、手で書いたやつ田原坂じゃないですよ、修林パパ違う、僕らのね高校の校歌にあるんですよ、西に金峰東阿蘇という、左側にある山が金峰山、真ん中にある山が阿蘇山なんですよねあれ。はい、高架通りの山を描いておりますんで、これも演者関係者すべて揃った写真でございます。はい、左側が金峰山で真ん中に写ってるのが阿蘇山ですね、をイメージして僕らのこの学校の校歌を参考にしておりました。もう本当にねこれを通してもいろんな人と仲良くなりましたね本当に。いろんな人と仲良くさせてもらいました本当。いい経験だったら泣いてしまう本当に泣き上戸に。お疲れ様です。3ヶ月ですね本当。いやお疲れ様でした。100回記念で泣いてるわけじゃないです決して100回記念で泣いてるわけじゃないです。いやヒューマンドラマでしたね本当。感動ですね。もう一回見ます動画もう一回ドラマ見ますかあの動画を。いや本当それぐらいまあ本気でやったってことですよね本当。泣ける本当いろんな先輩に怒られてですね、なんか何が現実かわからなくなるぐらいあのダーツ祭りでね写真撮ってくださいって言われてサインの列ができた次の日になんでこんな人が集まってないんだって怒られてましたからね。もうと今日もあの奥さんと話してたんですけど、もうあれみたい、あの千と千尋みたいです本当に。なんか熊本のインター降りるとそこは違う世界でしたみたいな。もう本当にね、あのプロダーツプレイヤー山田裕貴から熊本インター降りたら高原界平14階山田裕貴に変わるわけですよ。ねえ、もうあの今までのなんかこう付き合ってる人たちはもう全く違う世界にいて、全く違う世界の人たちと一生懸命何かを
作り上げていくみたいな、もうまさに千と千尋じゃないかなって言って、とにかく困難が降りかかってきて、あれやれこれやれみたいなのをもう常にクリアしてですね、本当青春でしたね。本当めっちゃ大変やった。でも終わりました、それが先週。まあでもね、祭り自体は終わってないんですよ。だからこれ絶対先輩には見せれない動画なんですよ。何お前終わってんだって絶対言われると思うんですけど、いやもうそれぐらいかけてきましたからね、僕これに。本当にもう前日まで揉めて、いろんなところでちょっと一瞬嫌われたりとかもして、大変だったですね。でも最後のこの動画でね、報われましたよ本当に。あと9000回見れますねこの動画。酒が進みます本当に。